ハルクレメント・ハルクレメントは、アメリカ合衆国の小説家、SF 作家。本名は、ハリー・クレメント・スタップス。ハード SF の先駆者である。緻密な計算に基づいた、ハード SF を得意とし、単に新規な異星人だけではなく、生態系丸ごとや惑星そのものまでデザインする、手法は、後のハード SF に大きな影響を与えた。また、代表作である。 20億の針の人間と共生する異星人というアイデアは映画、ヒグンやウルトラマン、漫画、奇生獣などの数々の SF 作品に使われている。マサチューセッツ州サマービルで生まれ、同州ミルトンで亡くなった。ハーバード大学で天文学を学び、1943年に卒業。在学中に短編プリューフを書き、それが、 アスタウンディング氏の1942年7月号に掲載された。さらに1946年にはボストン大学で教育学修士号を取得し、1963年にはシモンズカレッジで科学の修士号を得ている。第二次世界大戦中には第8空軍に属し、B-24 の操縦士または副操縦士としてヨーロッパ各地で35回出撃を経験した。 戦後はアメリカ空軍予備役に属し、退役時には大佐になっていた。その後マサチューセッツ州ミルトンの高校で科学と天文学を長年教えた。1998年、アメリカ SF ファンタジー作家協会からグランドマスター賞を授与された。1996年にはレトルヒューゴー賞が1946年の短編、常識外れに授与された。 最も有名な長編小説、重力の使命は、木星型惑星メスクリンで故障して動けなくなった、化学調査船を調査しに行く冒険端である。メスクリンの原住民は、長さ50センチほどのムカデ型の知的生物である。メスクリンは極めて時点速度が速く、そのために、局では重力が 700G もあるが、赤道では約 3G になっており、この設定から、 様々な話が生み出される。クレメントは、ワーラギグワールドという記事で、彼の SF 作法を次のように説明している。SF を書くのは楽しいからで、仕事ではない。その楽しさは、あらゆることをゲームのように扱うことから生じ、そのルールは、極めて単純だ。それは、SF の読者にとっては彼らが科学として理解している、事実から外れている分野概を可能な限り見つける。 ことである。作者にとっては、そのような誤りを可能な限り犯さないことが、ルールである。例外的設定もあるが、フェアプレーを重んじるならそのような問題は、物語の中で可能な限り早く明かしておくことが、要求される。クレメントは、ジョージ・リチャードの名で天体などの絵画も描いていた。クレメントは、各地の SF 大会にもよく、ゲストとして招かれ、特に、 アメリカ東部の大会にはよく出席した。そこでスライドを交えた創作や、天文学についての講演を行った。また、ワールドコンではクレメントを記念して、毎年、春クレメント、アワードフォーヤングアダルツフォーエクセレンスインチルドレンズ、サイエンスフィクションリテラチャーが授与されている。2003年10月29日、ミルトンの病院で睡眠中に成去。 糖尿病に起因する合併症で入院中のことだった。ありがとうございます。